え毎日1分今日チューブです <laughs> えミハイルを抱っこしてお送りしたいと思いますがなといってもえ今日で2日目の桜松終わりましたねえ非常にあの満足度のお客さんの満足度の高い 光栄になってるんじゃないかなと思います非常に涙を流して見てる方も多くてですねいや本当に、えー、評判がいいですうーんキャストがみんないいしね <laughs>、えー、こういう、うん、小さいところで、えー、やっていてもやっぱいい作品はいいですよね <laughs> という風うに思っております本当にシンプルに、えー 分かりやすくイマジネーションがすごく膨らむ作品ですし、えー、みんな感情移入してね見てくれてるのもすごく感じられて素敵な公演ですん、ね、で明日た2ステージ千秋楽本当に楽しんで歌って読んでいきたいと思っております。それではね絶好調だぜ今日も